私と亜美さんは同じ学年の今3年生の男の子を持つ、同級生のお母さん同士でしょっちゅう行き来をしています。で、幼稚園のお母さんとは私は面識はなかったんですが、この活動を通してかなりたくさんのですね、知らないお母さんともお友達になり、友好関係が今も続いているような状況で本当にありがたく思っています。私は、佃南部津東北から、今ブレイブアクションとして同時進行で今活動しています。私たちは3月15日一本のメールをきっかけに集まりました。幼稚園生のパパが徹夜で物資を運んでいます。何でも構いません。提供できるものがありましたらご協力お願いします。このメールが始まりとなり、皆の思いが一つになり、佃南部津東北が生まれました。忘れもしない3月18日には3時間で1143個のおにぎりを握り、次の日の早朝、食べ物の配給予定のなかったいわき市の避難所に届けられたという連絡を受け、感動したことが昨日のことのように思い出されます。その後、全部で35回の物資の回収運び入れを実施したのですが、この作業は簡単なものではありませんでした。ものすごい量の物資が寄せられ、仕分けをし、一つ一つビニールに入れ、荷造り、荷積み、この作業の繰り返しです。相生の里、水天宮、日野、高崎でも物資の回収を行わせていただきました。そして日野ラブズ東北、高崎ラブズ東北の発足です。夏以降は現地とのコミュニケーションが取りやすくなり、個人支援を行っていきました。自転車120台、扇風機100台、62台の暖房器具など、他たくさんの大型家電に受け取り手の名前を貼り、手渡しでお届けしてきました。物資の支援の他には、2度にわたる豚汁の炊き出し、クリーンナップ、フラワープロジェクトなど、直接被災した人々とつながったのです。募金活動並びにフリーマーケットによる収益金をボランティア活動費に充てるなど、支援の仕方も形を変えていきました。中央区の若い世代の唯一のボランティア団体として、地域の活動にも参加させていただいています。私たちはこの活動を通して東北支援をしつつ、自分たちのコミュニティも広げることができ、かけがえのない宝物を得たのです。